おめでとうおめでとうおめでとう、ありがとうみつきちゃん。皆さん星ナゲットカウントよろしくお願いします。なかなかこの期間思うように配信できないかとは思うんですけれども、はい、自分を追い込んで頑張りたいと思いますので応援してください。初公演おめでとう、ありがとう、見に来てね。昼空いてなくて夜月さんの瀬田、そうね確かに、確かに、でも夜来れたら来てほしいよ。そう、嬉しい、ありがとう、嬉しいよ、おめでとうって言ってくれて。そう、今日朝起きてびっくりしたことが、起きたらツイッターにめっちゃいいねとコメントがついてて、すっごい嬉しかったです。友達からめっちゃお祝いされたって、嬉しいね。こんばんは。そう、ホテル暮らしのソラノッティです。そう、嬉しかった、ありがとうございます。皆さんコメントといいねもたくさんつけてくれてありがとう。皆さんぜひ星投げたカウントよろしくお願いします。どうも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 。なんか髪の毛にヘアオイルつけすぎてちょっとピタってなっちゃった。仕事終わった、お疲れ様。そっか、みんな今日からお仕事ですよね。ファイティンです。何のイベントですか。先々月にも参加させていただいたっちゃけど、そう、先月は参加せんやったっちゃけど、ビスさんとの、と AKB48 の、あのビスさんっていう雑誌と AKB48 のイベントです。そう、あのモデルになれる権利を獲得できるイベントです。はい、そう、ブクブク言ってないけど、今日は部屋乾燥してない、乾燥しちゃうけど今日はやめたやりたいそう、加湿させたい。お疲れ様ごー。そう、イベント中、今日から、今日5時からだったので、イベントがだから5時から始めました配信。そう、そういえば今日は違う、グラビアじゃないよ、普通のモデルです。そう、宮崎晴ちゃん、わかんない、晴れちゃっちゃない、わからんわからんわからん、どうやろう。川柳何書いたん。それは劇場公演に来てください探してください、でもめっちゃ褒められました、スタッフさんから、川柳。あー、お仕事お疲れ様。そう、今日は波動の日なので、波動会行われてるので、皆さんぜひチーム K の応援よろしくお願いします。 K、 うんうんうん、ソラノンは天然すぎて可愛いね。ねえ、違うよ、そんな川柳よく思いついたね、すごいね、ぴったりやん、全然違いますけど内容。こんにちは。あー、お花ありがとう。みんな劇場公演来てくださいね。またソロンが知ってる時教えて、もちろん
教えるさ。波動ね、出たいな。でも波動ね、難しかった。うん、みんな今何中、何中ですか。今日はセブンイレブンのこれ飲んでる。最近ハマってる飲むヨーグルト。なんかね、ファミリーマートさんの買っちゃったっちゃうけど、なんか多分これね、作ってる中身を作ってる会社一緒で、でもね、なんか同じぐらいの値段なのに、なんか 30g 違うの。そう、それに気づいたよね。やばいよね、あと5日ってそういうの早く覚えなきゃ。ちゃんとやばいんです、本当に。昨日も立ち位置表見ながら寝落ちしちゃいました。そう、今炊き込みご飯セットしてソラノの配信見てる。嬉しい。そう、配信見始める直前までも動画見てました。そう、ダンス動画見て。そう、今日はゆっくり寝たって、できたって。ゆっくり寝たけど、もう起きてからずっと動画見てますね。生姜焼き弁当、いいねいいねいいね、美味しそう。てててて、そう、寝落ちしちゃった。え、もう無理だって思って3時ぐらいになっちゃった。3時ぐらいに寝ちゃいました。そう、あの武道館コンサート期間中は毎日、期間中っていうかレッスン期間とかは毎日4時半とか5時半に寝て、そう、さすがに疲れがやってきて、そう3時が限界になっちゃった。そう、でもやばいので、本当に劇場公演、うん、頑張って覚えます。そう、なんかね、この武道館コンサートのレッスン期間以降から、なんかそう、4時半とか5時半まで起きてるのが普通になっちゃってて、でもなんかコンサート終わってからあれですね、一気に疲れがやってきて、3時がね、本当に限界だったよ、昨日は。でも昨日こんななりながら立ち位置を見てました。この枠は、うん、1時間しようかなと思ってるので、そう、あまりたくさんできないので、その分1時間しようかな。6時まででお願いします。意外と夜型、いやそんなことないっちゃけどね、最近そうなりました。そう、武道館期間、そうなんかね、4時とか3時とかにお風呂入ってました。そう、ダンスずっと覚えてて。フードデリバリーによるお弁当、美味しそう、いいね。 ありがとう、心配してくれて。頑張ります。そうね、倒れないように頑張りますね。みんなちゃんと寝れてますか。でも今日ね、起きたらなんか目が腫れちゃってさ、まだ腫れてるんよね。そう、
そう、ちゃんと寝ないとそう記憶されない、それはわかる。めっちゃ寝てる、よかった。朝まで起きてて眠くなるんと、え、もちろん眠かったよ、うん、もちろん。もうちょっと目つぶったらもう本当の眠りについちゃいそうなくらい眠かった。うん、アドレナリンでなんとか乗り越えてきました。ダマさんありがとう。ね、なんかかわいい、ハロウィンかな、ハロウィン、ありがとう。そう、セブンイレブンいい気分。ドゥ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 。そう、もう覚えなきゃ覚えなきゃっていうなんか気持ち。しかもさ、武道館やったやん、武道館めっちゃ大きいやん。そうだからもう覚えなきゃ覚えなきゃ、絶対立ちたいって思ってそう。ね、嬉しい、れなちゃんありがとう。そう、なんかすごいね、武道館がもう懐かしいよ。一昨日まで武道館で踊っちゃったのにね。なんかすごい幸せでした。ペンライトがめっちゃ綺麗で嬉しかった。ねえ、大丸東京店いいね、いいね。かわいい、ありがとう。丸々の部屋、あー、香里さんの部屋とかありましたね、いろいろ。きよってんゆりなさんの部屋とか。待って、きよさん、待って、きよさん Wi-Fi 弱くない？待って、みんな見えてる？サナナの方、あ、見えてる、見えてるかな。え、なんかめっちゃ固まるね今日、めっちゃ固まるよね、めっちゃ固まってません？固まってる？めっちゃ固まってる気がする。そんなこともない？ね、急にカクカクしたよね今は。止まってる？戻ってきました。復活した？復活した？めっちゃカチカチ？なんか初めてだね。ここでカチカチ。でも戻ってきたならよかった。大丈夫そう？戻った。よかった。トゥ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 。セブンイレブン。いや、歩く、結構かなり歩く、かなり歩くけど、まあね、最近ハマってるんでね。ブラウザーが勝手にシャットダウンしてしまいました。えー、ピエン、え、みんなさ、飲むヨーグルト好き？なんかちなみにさ、なんね、こっちのシャバシャバはちょっと嫌だね。昨日さ、これ昨日これ買ってさ、
これ1000あ、いや嘘、900ミリ、900グラム入っちゃうのにさ、え、もうね今日の朝まででここまで飲んでる、ここまで飲んだ。あ、129日ありがとう。こんぐらいしかない。え、昨日買ったんだよこれ、やばくない？でもこれシャバシャバしすぎなんだよね。シャバシャバよりトロトロが好きです。トロトロが好き、そのシャバシャバよりお水からヨーグルト2リットル、やば。いやこれ900ミリしか、900グラムしか入っちゃう。でも確かにこれも270入ってるしな。うん、健康のために飲むようになりました。スーパーに売ってるプラスチックの容器に入ってる。いいの、美味しそう。飲むヨーグルトが牛乳確かに。あ、飲むヨーグルト、ちなみにね、あと2つストックある。うん、あと2つストックあってね、見て見て、みんなフ見て、これでしょ、これ飲んじゃうやつやろ、これ。これ。違う、スーパー行ってもね、ないのよ。スーパー行っても全然なくてさ、なんか。あ、ブルガリアヨーグルトのが、それこそスーパーとか、コンビニにも売っちゃったけど、なんか振ってみたらさ、しゃぶしゃぶでさ、そう、今のそういうののブームだから。え、しかもこれコンサート期間から飲み始めたから、もうこれ何本買ったっちゃろうっていうぐらい買った。1、2、3、4、5、6、7、え、これもう10個ぐらい買ったわ、やばい。これだけで2000円ぐらい最近使ってる。ちょっともったいないな、そういうのやめようかな。え、ドロドロのある、ドルドルのあるんだ、ショック。なんかこれ 214g よね。うーん、なんかショック。賞味期限大丈夫あるよ、まだ。ヨーグルト屋さん始めるそう。いちごの飲むヨーグルト昔はまた、あー、いちごね。そう、あのいちご好きやけど今いちご飲めんからね。そう、しかもこれ大容量だからなんか美味しいよね。最近のハマり、気に入ったら何回も買っちゃうよ。だって最近これ毎日1日1本飲んじゃうから。そうね、めっちゃ飲んでる。そう、しかもなんかさ、最近これね、なんかファミリーマートさんの方はなんか2個とかしか売ってなくて、だから2個買っちゃう。でもこっちの方が、セブンイレブンさんの方が 30g 多いから、今度からこっち買う。え、ブルガリアヨーグルト、そう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 、それさ、キャップのやつ、ちょっと待って。そのさ、ブルガリアヨーグルトのやつさ、一人でコンビニで飲むヨーグルト飲み比べして遊んでるやんって。遊んじゃらんが、ローソンのも飲んでみたい。ローソンのどんなん？え、待って、
このさ、なんかさ、ブルガリアもさ、こういう感じやろ、こんなんやろ、こう回すタイプの、あの、こういう感じのやん。あれさ、シャバシャバじゃない、でも、え、こんな感じだったよ、でもなんか牛乳みたいなシャバシャバ。え、これシャバシャバやっちゃうけど、これシャバシャバ、これめっちゃシャバシャバ。ヨーグルトメーカー持ってないんです、残念ながら。そう、しかもヨーグルトコンサートの前日に飲めるようになった。うん、ヨーグルトもずっとダメで、でもね、最初はね、変な味だったけど、今めちゃくちゃ美味しいの。コンビニでヨーグルト振ってる人いたらそうなのかなって。違う、そんな振ってませんよ、一回しか振ったことない。ちょっとこれで失敗しちゃったから、ブルガリアヨーグルト振ってみた、ちょっとだけ、こうやって。そしたらシャバシャバやったか、やーめ、ピョンと、うん、やめました。いきなりハマったよ。そう、あ、なんかヨーグルトって体にいいじゃん、うん、しかもこれね、タンパク質 8.6g も取れんの、最高。カルシウムも 284mg、 ありがたい。そう、確認で振る。でもこれない、もうこれなくなっちゃうな。安田ヨーグルト、うん、飲んでみたいな。シャバシャバ、シャバシャバってなんじゃって、え、待って、シャバシャバわかるよね。毎日ヨーグルト、イエーイ。皆さん、星ナゲットカウントお願いします。そう、戻ってきました、おかえり。確かにスーパーの方が安く買えるから、スーパーで探したいけど、スーパーに売ってないんですよ。全然売っちゃらん、本当に。ちょっと怒りたいぐらい、プンプンしちゃうぐらいに、本当に売ってないんですよ。逆に言ってるとこ教えて。星投げられるだけ投げました、嬉しい、ありがとう。え、スーパー本当にブルガリアヨーグルトしか売っちゃないの多分。うん、もうマイバスケットとかあるやん、うん、日清のヨーグルヨーク、日清のヨーグルトってこと、よく飲んでるって。日清のヨーグルト、日清食品ってことか。シャバシャバのカレーとドロドロのカレー、どっちが好みですか。あー、待って、それさ、シャバシャバってことはスープカレーってことになるよね。じゃあドロドロかも。え、でもめっちゃドロドロも嫌だな。嘘、いや、スーパーにね、ブルガリアヨーグルトの飲むヨーグルトあるの。そう、そう、シャバシャバってサラサラしてるってこと。あ、そう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 、そういうこと。そうそう、サラ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 、お水みたいみたいな感じ。いやいや、だからでもさ、ブルガリアヨーグルト、絶対美味しいけどさ、シャバシャバじゃん。うん、トロトロがいいもん。トロトロがいいんです。そう、あんまり、あんまね、でもね、でもね、普通に考えてこっちの方がお得なんですよ、正直。だってね、聞いてみんな。こっちのさ、飲むヨーグルトね、
182円ぐらいなの。これ205円ぐらいで買えちゃうの。どう考えてもこっちのシャバシャバの方がお得やけど、でもさ、そうなの、好みじゃないやん。どうしたらいいかな。え、飲むヨーグルトよ、ちなみにみんな。あ、ブルガリアあんまり甘くない。ちょっと待って、それコンビニの飲むヨーグルトより甘くないってこと？あ、じゃあダメかも。え、そうよ、これ182円もその高いよね。細い方は150何円とかやと思うけど、それやったらこっちの方がいいなみたいな。ねえ、ブラウザやだね。トゥトゥトゥ。もう嫌です。ねえ、偉くない？みんな、そらの聞いて、みんなそらの聞いてって何、自分に問いかけてるみたい。ねえ見て、これそらのこれお家から持ってきた10本のうち2本まだ生き残っちゃう。偉くない？うん、ちゃんと残してるよ。お得よ。ね、なんでよ、キャンセルせんでよ、ダメ。じゃあブルガリアトロトロってことね。でも甘い？甘いか甘くないかじゃあ教えて、コンビニのと比べて。コンビニのぐらいがいい味、ちなみに。飲むけど、まあ取っちゃう。うん、そう、コンサート期間逆に飲まんやった、ヨーグルト飲んだ。そうなんですね。それ先飲もうって。確かにドロドロだって教えたのに。ね、待って、あのでっかいやつね、分かった、ドロドロは。じゃあ理解した。じゃあさ、甘いか甘くないか教えてよ。うん、あのコンビニのと比べて。うん、みんなぜひ教えて、あのブルガリアヨーグルトの、 あの大きいタイプの味とコンビニのやつどっちが、どう味の違い。え、確かに飲み物、飲み物大事、飲み物の方が溜め込む。だってお水めっちゃあるよ今。12リットルが1本と、2リットルの半分入っちゃうやつが1本と、500ミリが2本あるっちゃけど、ねえねえねえ、みんな聞いて。そういえばこれね、これ美味しくない。待って、こんなこと言っちゃいかん。けどさ、あ、待って、さあのは苦手。なんか味ついてる、これ、この水味ついてました。でもこれを我慢して飲んだら体にいいってことよね、きっと。肌にいいのか。そうなの、でもダメだった。一口コップに入れて飲んだけど、砂糖使ってないらしいけど全然飲める。あ、そう、なんか書いてあった気がする。あ、コンビニのが甘くて飲みやすい。なるほど。試しに買って飲んで教えてもら、教えても、そうの結局買わんそうやもんな。いやいや、買うよ。コンビニより、あ、コンビニと同じぐらい甘いって聞いたら買う。違う、本当にね、本当にこのお水味ついてるんですよ、なんか謎の。あ、低糖とかある、なるほど。低糖とかあるのか、なるほどね。あ、なんかちなみにサーノンが見たときは脂肪ゼロって書いてあった気がする。あ、でもコンビニのはどうやろう。いやいや、人が勧めてくれて本当に美味しそうだったら飲みますよ私。はい。そう、待って、でもこれはね、これ味いいけど、シャバシャバがねちょっと嫌ですね。
え、ほんと謎の味する。飲んでみて飲んでみて、みんな。え、でもブルガリア気になるな。ブルガリアヨーグルトなんでよ。こんばんは。ブルガリアヨーグルト違う、サーノンは苦手だったよっていう味ね。そうそうそう。いや、本当にね、ちょっと謎の味がするんですよね。何味だろうね。確かにブルガリアヨーグルト高かった気がする。なんかね、200何円やったかな、300近かった気がする。高いと思った安田ヨーグルトあるな、安田ヨーグルト買ってみて。安田ヨーグルト、ちなみにどういう入れ物？安田ヨーグルトの容器教えてほしい。うん、プラスチックでも買いたいな。でも安田ヨーグルト多分見てないってことよね、そのままだ。プラスチック、大きめ、1000ミリぐらい入ってるやつってこと？ブルガリア高いよね。え、ちなみにローソンはさ、どういうヨーグルト売ってる？あ、夕食いいね。何食べたと？ブルガリア、いやブルガリアヨーグルトとドロドロじゃなかったら公演キャンセルしときますってねちょっとやめてよあ、そっか、そうね。じゃあ飲んでみようかな。うん、え、ブルガリアにはブルガリアヨーグルトないみたいで、え、それ大丈夫？大丈夫なの？え、じゃあなんでさ、ブルガリアヨーグルトやと？ブルガリアのヨーグルトじゃないと？え、ブルガリアヨーグルトってブルガリアのヨーグルトじゃないと？ゆっくり逆さにしたら分かる。あ、確かに確かに確かに、やってみようかな。あ、でも確かにね、あのね、今日ね、セブンイレブンで買ったやつね、ちょっとね、ちょっと揺らしてみたらシャバシャバやったってよ。そう、でも帰って飲んでみたらトロトロやったからあるかもねあ、でも甘くなかったらやだ。ブルガリアさんが作ったから。うん、ブルガリアさん、ブルガリアっていう国のヨーグルトじゃないと？そうね、明治か、明治ブルガリアヨーグルト。え、じゃあ謎、なんでブルガリアヨーグルトなの？小さい容器のヨーグルトやったらちょっと斜めにして、あ、斜めにしたりしたらドロドロなの分かる。確かに。トルコ語、ブルガリア呼ぶ、違う呼び方。そうね、まあサラノは最近飲むヨーグルトにハマってるので、皆さん温かく見守ってください。うん、ヨーグルトがいっぱい。お疲れ様ご。
皆さん星投げたカウントお願いします。またコンビニの飲むヨーグルト買うに1票。そう、それが多分一番いいけどね、もったいないよね本当に。キーノの方がお得感ある。何な、大阪万博のブルガリア館で展示されてたヨーグルトを明治さんが持って帰って食べたのがきっかけ。あ、じゃあブルガリアっていう国は関係ないってこと。あんまり、いや、そのね、スーパーに売ってたスーパーの100買ってる。うん、スーパーにないんですよ本当に。そう、うん、めっちゃ恐竜いる。何これ、ティラノサウルス。そう、いや本当にね、ブルガリアヨーグルトしか売ってなかったよ。トゥ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 、こんにちは。うん、ラララララトゥトゥネタ、あ、でもセブンイレブン、待って、セブンイレブンはさ、これか、このでっかいやつか。じゃローソンとか行ったらなんかあるかな。あ、でもコンビニ比較的高いですよね、何もかも。トゥトゥ、あー、公園にブルガリアヨーグルト、めっちゃ面白い。サーモンにちょうだいね、そのブルガリア。でもさ、普通はさ、あれよね、なんかブルーベリー味とかイチゴ味の方が好きですよね。うんうんうん、わかる、美味しいもんね。お疲れ様、ごみんなご飯食べましたか。もう5時半だ。嬉しい、久しぶり。ゆうたさんかな。食べてへんわ。みんなは、みんなの夜ご飯何。うん、すごい、なんか痛い。うんうん、てってんてってん。あ、そういえばね、さっきね、ネイル外した、配信前に落ちてきたので。おでんいいな、おでん、おでん、おでんいいね、おでんいいの、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 おでん、おでんくんだ。もうおでんの時期なんですね。そう、外しちゃった。めっちゃハゲてたんですよ、指によっては。なんかまた塗ろうと思いますね。はい、日曜日までには。こんにちは。うん、そう、みんなインスタにもツイッターにも755にも、そう、いっぱいね、お祝いのコメント書いてくれて本当に嬉しかったです。ありがとうございます。そしてね、コンサートの感想だったりとか、そう、良かったよってたくさん褒めてくれて、なんか力になります。ありがとう。
電車で赤ちゃんがパンダのぬいぐるみ、どっちがどっち、え、どういうこと、可愛い会話してるってこと、ママと。あと30分ぐらいで完成。あ、待って、え、おでん自分で作ると、えらいね、えらい。確かに手作りのおでんも美味しいよね。コンビニのおでんも美味しいし、みんなおでん、おでんじゃ何が好き、みんな。そうのは大根が一番好き。大根、あ、でも筋、牛すじも好き。うん、あとは卵、白滝、亀さんが起きてきて人の横に歩いてきてまた寝たね。めっちゃ可愛いね、なんかすごいほっこりする、可愛い。うん、こんばんは。トゥ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 、なに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 、何中、何中って書いてある、わかんない。こんにゃく体にいいから好きって、こんにゃくね、確かに。たがいも、あ、卵とじゃがいものおでんが好き。待って、おでんにさじゃがいも入っちゃらんくない？最近体重測ったら 1kg 近くになってたって。え、亀さんが、え、亀さんってそんな軽いんですか？1キロ、え、亀さんってさ重いイメージあるっちゃけど、甲羅とか。うん、おでんにじゃがいも入れますって。うそ、それは地域特有です、きっと。ね、おでんにじゃがいもでしょ、おでんにじゃがいも入ってないな。あ、じゃがいも入っちゃうとこあるっちゃ。そっかそっか、確かになんか地域の味が出そう、おでんとかそういうお鍋系って。うん、里芋入れます。珍しい、じゃがいもの次は里芋ですか。確かに芋煮、亀にしては重い方。あ、そう言っちゃう。亀さんって1キロ、1キロってどんぐらいだっけね。このペットボトルよりは軽いってことか。あ、こんぐらいか。確かに重いかも、そう考えたら。タコさん、ありがとう。タコ入ってる。え、おでんに？すごいね。すごい。ロールキャベツ。あ、ロールキャベツはさ、コンビニのおでんとか入ってるやろ。芋煮会って何？芋煮会とは。リクガメやったらもっと重い。リクガメ。九州にははんぺんやちくわぶ入れる習慣ないから、初めに食べた時新鮮で。そう、ちくわぶって何？宮崎ではチキン南蛮、待って、入れません。チキン南蛮入っちゃらんよ。はんぺん入っちゃらんかもね。はんぺん、ちくわぶはないですね。ちくわぶって何って感じ。そうなのよ、そう、ちくわ、大きいちくわ。ちくわぶ好きって、え、ちくわぶって何？あ、餅巾着はわかる。
小麦粉で作るのがちくわぶ。何ちくわぶって。ちくわぶはすき焼きに入れる。ちょっとちくわぶがわからん。きりたんぽ鍋。きりたんぽ鍋って何やっけ。小麦粉をこねたものを茹でたもの。ちくわじゃなくて。美味しいのそれ。なんかちくわぶって聞いたらちくわの大きいやつって感じするから、ね、頼んじゃいそうだけど、あれだね、思ったのと違うってなるってことね。きりたんぽ。きりたんぽは何。餅巾着。違う。きりたんぽって何やっけ。全然わかんない。関西でもない。関東かな。じゃちくわ。秋田できりたんぽ食べたい。おー、秋田できりたんぽ。秋田の名物お餅系。どういう系。あ、餅巾着やっぱ。きりたんぽ鍋じゃあ好き。な、さつまいも。違う、焼き芋。ありがとう。きりたんぽ鍋聞いたことあるけど、なんかよく分かっちゃう。サラモン。串揚げね。芋煮会は遠くでよくやってる。 芋入れた鍋みたいな感じ。芋煮。芋煮会、芋の入った鍋ね。すごっ。でも美味しそう。お芋美味しいよね。好きかも。お芋好き。美味しい。うん。芋煮会って言うんですね。今日はしらすとイカ買ってきた。最強。それで何作ると。きりたんぽは新米のソーセージみたいな感じ。新米のソーセージ。じゃあ餅巾着じゃないってことね。あ、かわいいペンライトありがとう。いいね。イベント運営さんが振る舞ってくれたって、なんか温かい。愛知には角麩というちくわぶに似たものがあります。角麩とは。あ、わかった。いや絶対違うけどわかった。麩じゃない。お麩。お麩ってこと。違う。四角い大きい麩みたいな。違うか。うん、ありがとう。骸骨もモンキーかな。ありがとう。米を竹だかなんかに巻きつけて焼く。ちくわみたいな形になる。すごい。おいしそう。芋煮が 6.5m。 すごい。きりたんぽ送ってほしい。いいな。きりたんぽ鍋美味しそう。おたこ。みんな優しいね。読み方書いてくれるなんて。おたこ。おたこって何。東京に何軒かあるおでんの美味しいお店。すごっ。おたこ初めて聞いた。ランチタイム行列できます。あ、行列か。でもそれだけ美味しいってことね。行ってみたい。でも行列なんかさ、時と場合によりますよね。待てる待てないって。何にもない日やったらいいけどね。なんか用事ある日は待ちたくないよね。まあ待てるタイプなんですけど、そのまま
秋田のお米、確かに。秋田小町。五平餅食べたことある？絶対あるけど、待って、五平餅ってなんやっけ？ないかもしれない、わからん。五平餅知ってる、でも名前は。ショベルカーでな鍋を混ぜる。すごっ、そんなに大規模。大阪行ったら一人鍋のお店。あー、いいね、一人鍋。一人鍋とか一人焼肉とか、なんかそういうの憧れません？うん。すごい、なんかみんないいね、詳しい。もう鍋の季節なんですね。いいなあ、みんな。家に着いた、お帰り。そっか、イベントであちこち行ったらいろんな都道府県の美味しいお料理が食べれるんですもんね、みんな。あ、食用油。そう。何鍋が一番好き？うわー、何鍋かー。キムチ鍋とか好きやけど、お鍋？でもおでんも好きだしな。おでん、キムチ鍋、好き。あ、すき焼きも好き。ね、最近までそう、めっちゃ暑かったのにね。本当に季節変わっちゃった。有楽町駅の近くに秋田のアンテナショップあるから、きりたんぽ買えたりします。すごっ、すごい。秋田のアンテナショップ見たことないや。東北行ったことないんだよね。そう、あ、水炊きいいね。確かに今日は半袖です。外出れましたよ、そういえば。半袖でお外出れました。宮崎県産の豚、嬉しい、ありがとう。ゆなちゃん、やっほー。みんな、やっほー。600万ドルの男さん、マサさん、やっほー。東北すべて制覇したって、すごい。そういうの一軒も行ったことないよ、ちなみに。なんかね、なんかそれこそ中学生の時になんか一回行けるチャンスがあったっちゃけど、福島に。でも行けませんでした、結局行きませんでした。焼き芋ありがとう。焼き芋食べたいね。宮城で聖地巡り、知り合い呼び出してご飯。あ、最高。山形だけ行ってない。おー、遠く行ったことない。あとね、四国も行ったことないかな。ないかも。ありがとう、今日の初日ありがとうね。かわいそう、かわいそう、友達いないからなって言っちゃダメですよ。あと5分で6時、ありがとう。そう、四国ってね、近いように見えて遠いんですよ、意外と。そう、山口県ならちょっと行ったことありますけど。じゃあね、そろそろランキングを読んでいきたいと思います。
あ、だるまさんたくさんありがとう。13位はショートさん、ありがとうございます。12位はバンちゃん、ありがとうございます。11位はツッチーさん、ありがとうございます。10位はハレンチアットマーク、いつまでも読めない続きがてんてんてん、ありがとう。9位はひでりんごさん、ありがとう。8位はゆきひらさん、ありがとう。7位はあらかとるさん、ありがとう。6位はひでとさん、ありがとう。5位はわさっぺさん、ありがとう。4位はかずとさん、ありがとう。3位はどまさん、ありがとう。そして2位はリボンさん、ありがとう。そして1位はトカチンさんでした。ありがとうございます。はい、用事があるのに初日申し込んでしまったって、嬉しい。来てね。待って、次配信室をどうしようと思って、でもどうしようかな。そうですね、待ってね。めっちゃ迷う。11時とかにしようかな。11時にしようかな。11時とかにしようかな。そう、ダンス覚えなきゃなので、そうですね、ちょっと一旦11時にしてもいいですか。23時。はい、にしたいと思います。はい、それでは皆さん、今日も配信見てくださってありがとうございました。一旦11時で、23時でよろしくお願いします。はい、というわけでね、皆さん今日も見てくださってありがとうございます。10月16日は劇場公演の、劇場公演デビューさせていただくので、皆さんお昼公演と夜公演と2回公演、いきなり2回公演ですごく緊張するんですけど、頑張りたいと思うので、お昼公演は特に見に来てくださったら嬉しいです。うん、そうね、6時までじゃあやりますね。ありがとうございました皆さん。それではいきます、せーの、そらのんじゃんけん、じゃんけんぽい。今日はグーです。それでは11時に、一旦11時で行こうと思います。時間変えるときはまた言いますね。11時で。皆さん待ってまーす。それでは、バイバイ。もうすぐかな。ありがとうみんな。ありがとうございます。バイバーイ。バイバーイ。切っちゃうね。バイバイ。